はい、こんにちは、こんばんは。今回は2018年の10月に発売されたインスタ 3601X ですね。 1R が先日発売されたんで、ちょっと値段がね落ちてきたんじゃないかななんて思って入手してみました。 GoPro じゃやっぱり撮れないなっていう感じのね、価格があってですね、ちょっとこれだったら結構いろいろ面白いことできるんじゃないかななんて思って手に入れてみた感じです。それではどうぞ。で、今回ですね、まずマウント、先日もね、ブログの方で紹介しているんですけれども、もう一回ちょっとちゃんと紹介しようと思います。これでね、取り付けれるようにしております。これ同じアタッチメントで全部ね、 GoPro もすべて、使えるようにしてますんで、とっても便利です。顎つけてで外して、例えば違うところに取り付けることも可能ですし、こうやってね、グローブしたままでもこれ回せますんで、結構便利だと思います。なかなかね、今風の言い方で言うと神アイテムなんじゃないかなんてちょっと思うんですけれどもね、作っちゃダメなんでしょうね、こういうのって。作っちゃうと、作って企画売ってるもので本当は全部やるといいんでしょうけど、なんかアタッチメントとか、その取り付け位置とかをなんかゴニョゴニョやると、やっぱりちょっと一般受けしないんですかね、こんなできないよって言われちゃうと終わりなんで、まあでもこうやってね、パッパッと外せて、とっても僕は便利で愛してるんですけれどもね、そんな感じでございます。で、顎の下で撮って、広角ですね、魚眼で撮った感じがこれです。なかなかね、いいんですけれども、いいんですよ。もう360度ね、撮ってますんで、切り抜いて使う感じでございます。最初からホワイトバランスとか、あとなんつうんですかね、その送る滑らかさとかはすごくいいですね。 GoPro なんかよりもかなりもう秀でているイメージがありました。 GoPro 買うんだったら、なんか僕だったらやっぱこっち買いますかね。で、1X、この 1X っていうのを買ったんですけれども、ちょっと長細いんですよ。長細いんで、今度出た 1R とかちょっと結構最高だと思います。あと、なんかこう曲がると、曲がり角曲がると、こうやってメインの画面が横になってしまう時があるんで、まあ、これも指示しなきゃいけないんですけれども、なんかその辺がちょっと若干だるいなとかちょっと思いましたね。逆光とかもね、それなりに強いですし、とっても再現も良くて、あと滑らかですよね。すごくいいと思いました。かなり好印象ですね。今日、初めて、装着して撮ってみたんですけれども、なかなか、もう拡張性は高いなと、夢は広がりますね。で、次です。下側に今度つけて今日撮ってみました。もうこんなことやってないで、もう仕事しろよって。もし部品がね、なかなかもうまだね、年始なんで届かないんですよ、中途半端に。で、できないんで、わちゃわちゃしてもしょうがないんで、これをやってました。アタッチメントを作って、さっきの顎のやつと一緒ですね。だから僕はもう全部マウントは必要最低限で全部に使えるようなものをやっております。しかもね、この C&C っていうのは水中カメラ用なんで、もう空気の抵抗とはもう比較にならないぐらいきついですから、水の中ですからね。ゴムが入って手袋してても使えますよっていうような、このクランプなんで、とってもいいと思います。またね、概要欄、ブログの方に貼っときますんで、文字で気になるようだったら読んでみてください。ちょっとなんか作り物がありますけれども、参考にならないよって言われちゃうとあれですけどね、そんな感じでございます。で、なんとか、なんかプラネットってやつですね。やってみました。気持ち悪いですよね、ほんと。なんだかもう、とっても見たこともない、もうあられちゃんみたいな感じですよね。なんかディフォルメしてて、まあ変わった味を出したいんだったら、こういう遊びもありなんじゃないかなともちょっと思いました。ずっとやってるとね、ちょっと味濃いんで飽きちゃうかもしれないですけれども、でもフィッシュアイと通常モードで撮るだけでもかなりいいと思いますけどね、本当に。で、やっぱね、結構広角なんで、こう下の方からガーンとやっぱ撮れたりとかもするんで、面白い絵がやっぱり撮れますよね、ほんと。GoPro だとちょっときついですかね、この辺とかは。 GoPro よりも結構広角なんですかね、ちょっとレンズがどれくらいなのか、ちょっと僕もね、見ないで使ってるっていうね、いい加減な感じなんですけれども、なかなか面白いと思いました。なんか今、まあいいや、
これちょっとね、あとはこういうちょっと誰かに撮ってもらってる的な撮り方もできるんですよ。もうちょっとその絵を伸ばせば結構もうハリウッド映画のような画像が撮れるんじゃないかななんて思いますね。もうこういう機材っていうのは年々良くなってますね。もう手ぶれなんかもうほとんどしないですもんね。もう恐ろしい、恐ろしいですよ本当に。まあ、こんな感じですね。まあ、取って出しで結構綺麗なんでとても面白いと思います。まあ、この専用アプリで使ってからもう1回編集しなきゃ、2回編集しなきゃいけないっていうのが若干ねだるいですけれども、これだけ面白いの撮れるんだったら結構いいですね。なかなか面白いと思います。またね今後やってきます。ありがとうございました。